さあ、スコアボードの裏から入ってきました永井選手、まずはファーストストリート、ここはフロントを踏まえて、フロントサイド、ここはファイブオブラインド、さあ、きっちり流して、スピードをつけて、反対は、大きいクォーターラップ、取り出す。さあ、右サイドクロス、永井チーム選手、バックサイド側、きっちりドラッグを、これで15秒前。さあ、残り時間がだいぶ減ってまいりました、永井チーム選手。さあ、あのヒップをきれいに投げて、今度は大きいクォーターラップ、ここがスリット、残り、佐々木選手スタート。さあ、入りました。本日最年少、10歳。さあ、まずはこの対応に、バックサイドドラグ。そこから、トランスファーのキックリップ、トランキレ。さあ、あるようなコンボを乗り越えて、クォーターラップ、トランキットのトップ。ここはデイズルスリーに乗り越えて、ピッチング。さあ、クォーターラップも、トランキット。さあ、同じくスコアボードの裏から、まずはファーストに、ここは、さあ、スピードの調整をして向かう先、大きいクォーターラップ、フロントサイドビッグストライドから、これ、ディフェンスのピット。さあ、オニーバックサイドドラム、残り時間はここで30秒前に、スポンサーはネスタブランド、バンデル、オーバーカムベアリング、F2、テーブルトップから、今度はフォンサイド、インディ、残り時間は15秒で、今度はグニ、残り時間はここで、5秒選手スタート。さあ、まずはコブコブを乗り越えて、大きく、大きく一発。さあ、スタートリングダウンからスピードを切って、このままコーターブロックボール。さあ、斜め着地から、もう一丁。今度はバックサイド50、さらに加速していきます。さあ、このスピードからフロントライさあ、軽く詰まった亀山外、フロントサイドインディさあ、キャッチをわずかにバランスを取りしました。今度はスピードもつけなおさまりによるこれで30秒さあ、そこは同じくアクシススケートボードパークさあ、大きなターンから今度は落ち着いた表情でアリエム、これはいい。残り時間は15秒前さあ、バックサイドのロックボールボードストライドさあ、オフサイド数フットこれはここで残り時間は5秒前4、3、2、1ここでタイムアップ亀山大選手でした。ボーバー選手スタートさあ、まずはフォークラップ、さあ中央にラインを取って、手に残って、狙う先は大きい、フォークラップ、フォークラップ、さあ、シュッパーも、さあ、左手から、まずはトーコブ、これは綺麗なオンリーショット、そしてアーリーウッドグライド、さあ、今度はバックドロップ、クリップ、さあ、これは右手をキャッチして、方向を変えて、今度は中央、クリーンのインディートーク、さあ、キングをつけたら、バックサイド、スイスグライド。さあ、そしてテーブルトップから残り時間は15秒前さあ、フロントサイドビッグストライクテーブルトップから今度は使っていくヒップを使ったフロントリカルこれだけで残り時間は5秒前4、3、2、1ここでタイムアップエリジーさあ、手合わせてこないとなかなかエリジーも難しいさあ、フロントリカルからさあ、オーキングショットは残りの30秒前ここは綺麗なバックサイド無事にコンクリートは走り回って残りの佐々木選手残り時間はここで15秒前となりました。スポンサーはオーキングショットのさあ、コーターラップから入ってまいりましたちょっと対応まずはここのオーリーからのフロントサイドテールスライドさあ、テーブルトップここはオーリーで届いてオーキングコーターつけて加速していくフロントスミスからさらに加速してのさあ、ガッチリとハリケーングラインド乗り込んでおりますトブラ大砲さあ、トランスファーも飛びますさあ、まずは1本目これ、気を入れております西田誠さあ、バックサイドのスミスグラインドここからスピードをつけて、つけて、つけてさあ、大きいコーナーアップここはプレーヤーハグルからさらに加速して反対側の R8 さあ、この子も乗り込んで5秒前スポンサークリーチャースケートボードインディペンデントからコージェリーブリッターさあ、スコアボード裏から入りましたクロッキーさせていただきさあ、バックサイドテールスライドそのままのスピードでフロントサイドモーズライドからリッパ、新大コーナーアップスコアおっと、これは綺麗ローズライドチョコリーさあ、そしてバックスコアボードさあ、ウォルカーは15秒前さあ、スタートを調整してバックとバックおっとさあ、まずはファーストトリここはコンコンと飛び越えてバックサイド側スリッパさあ、ローキーコーナーアップ
右左、そして中央ラインと4段ラインを組んでまいります。フロントサイドの5オーグラインドから今度は中央、残り7秒で30秒前。さあ、外周を回ってトランスファー、出るかな。今度はフロントサイド3、2、1、ここでございます。国分大和選手でした。さあ中央ラインからまずはこのことでオーリーバックサイドグラブ、そしてヒッティーグラブと、さあそのスピードのまんまトランスファーのヒッティーグラブのズボン、さあ綺麗なターニングターンでスピードをつけてハムグラブ抜きバックサイドリー、これも綺麗。さあそのサンドロッドチップを使わなくてライフスケートも2人で横のリポーターの残り7は15秒前。さあ残り7がだいぶ減りました。渡辺優と、まずはコントブル、これはテーナ、オーリー、インディーグラブ、そしてバックサイドスミスラインドから、さあ、R のヒット乗り越えて、かなりトップスピードから、今度は R、バックサイドグラブ、トランスファーからの、さあ、ヒットを使ったオーリー、キー、さあ、そしてスタートを確認して、スイッチのフロントリップ、ザッキー、さあ、今度はフェイキーアプローチ、アーキャボーリーから、ここはフリック、3、2、1、ここでタイムアップ、大きいクォーターアップ、トップトランスファーの準備、さあ、さあ大きいクォーターアップ、ここはクリスマス、大きなターニングターンを回ってのバックスリー、バックサイド360より、さあ2でつないでフロントサイドの180、残り時間は時点でと大きくターンをして残り時間は15秒前。さあここでバックスリー、さあこのままフロントサイドテールスライド鬼流し、さあテールロックを通過してからのブラウザ、さあ今度はここはバックサイドのノーハンドオーリートランスファー、さあ1回クォーターバックフロントサイドキープ、残り時間はここで30秒前。さあクォーターバックのスロール、ここは落ち着いて2、1、ここでタイムアップ、飛び出してまいりました白いヘルメット、7アキラ、さあここもかなりシュートの2人状態からバックサイドで奥からのライン、さあセールフィッシュ、さあそして、さあここでフォーマット、さあこのパワーポジションを行うし、残る時間は5秒前、4、3、2、1、ここでタイムアップ。さあまずはこのパワーポジション、ここはオーリーバックサイドグラブ、そしてグリーンカインティー、さあ、ファイブオーグラインドで加速して、マットを取り返しての大きいクォーター、ここはバックサイドスミス、そして、バックトゥーバック、ここはボディトゥーテールからのクロスボーン、インディー、さあ、フロントサイド、タッチターンからスピードを受けてのインディーグラブ、さあ、今度はどうでしょうか、クォーターバックのノーズグラインド、テンポリからの残り時間はこれで30秒前となっております。さあ今度はどうでしょうか、外周から回っていきます、バックサイド側のホーリーノーズグラブ、トゥーテール、そしてキックです、この時間は15秒前。さあインテルテールで方向を変えてバックスリー、バックサイド360オーリー、そしてノーズグラブと、ここははまらない、残り時間は5秒前、5、4、3、2、1、ここでタイムアップ、ゆうと選手でした。と思ったらあそこから池崎から出てまいりました西田真央選手。さあそれではいきましょう、西川選手スタート。さあローリングから入ってきました、スピードキック西川真央、まずは一発目フォアストカット2ペール、さあそのままウォールウォーク、垂直の壁を乗り越えてバックサイドのスミスグレントからしごいてスピードを受けて、さあこのスピードから大きくなった、今度は反対側、フロントサイド、ミュートグラブから、ボール、ツーテールスライド。さあ、お皿をきれいに乗り越えて、このままこのサラリーと、こちらの30秒前。さあ、その先にチェアスケートボール、1、2、20とから、ボディウィール、ルーから、ボール、2、20とから、スタート、さあ、今度はボールを、ボール、さあ、フィニッシュグラウンド、フィニッシュ、その時間は15秒前。いいラインで残り時間を過ごしております、西川真央選手、ここはフェイクトを泳いで大きいクォーターラップ、西川真央選手で5秒前、4、3、2、1、ゴールです。
間直選手スタート。さあスコアボードの裏から、これもまた一周の一気に、さあ一発ぐらいからスピードフロントサイドスミスから、ここ見てください、ゴーンとテールスライド。さあこの長さからスピードをつけて、おーっと見えたね。さあこの高さフロントサイド折りインディーグラム、そしてノーハットのバックサイド折り、さあ一旦ここはバックサイドベースから方向変えて、さあ接点を通過して狙っていく、リーフライト用からここはフィール残り間は30秒前、さあ、フロントサイド、ロックトールスライドから、さあ、スピードの強制をして大きいクォーターアップ、ロックトール、ここは方向を変えるだけ。さあ、狙っていくのはここバックサイドのブラッド、これはアマラブラ残り時間、ここで15秒前。さあ、残り時間がだいぶ減ってまいりました。アイバーオ選手、ここから、どこまで詰め込めるか、残り時間はここで5秒前、4、3、2、1、最後は真帆選手でした。選手たちにとって一本選手ソロ。さあ入ってまいりました、赤いヘッドパラ両選手、まずはフロントサイドオーリーインディーグラブからのバックサイドスミス。さあディスクを通過してテールの乗り越えたスモーラップ、おっと、さあこれはかなり奥気味のエアになってしまいましたが、うまいリカバリー。さあそしてバックサイドグラブからのフロントサイドに綺麗にルーティンがつないでいきます。黒いチーズです、さらにはこれは外さないノーリーフリップ、そしてサーブが変わって逆向きのスティックフロントリップ、上り側は30秒前のサーブラブットスティックして横浜でニューバランスのリップエレメントロキアイアーザピーク。さあ本日フロントアップ、ここは赤いズボンピボットグラインドフェイキー、そしてキャブオーリーからさあフットプラットバックサイドスタートつないでいきます。残り時間はここで15秒前。さあ今度はどうでしょうか、フロントサイドこれは綺麗にいってます。さあバックサイドの残り時間はここで5秒前、4、3、2、1、ここでタイムアップ。佐川亮選手でした。それではスタート、国営バトルフェンスのテストです。さあまずはバックサイドスミスグライドきっちりとスタイルを上がっている、さあ、いいノートから大きいコーナーラップ、ちょっと、ここから、かなりスタッフが出してしまいました、クロイヤル、1m 入ってお勝ち越しに上がると、さあ、今度はバックサイドからコーナーラップ、50-50スピードをつけて、カップの上に乗るのに、大きいコーナーラップが来ない、さあ、トップ1機、行きました、残り時間は30秒前、さあ、ソファーはちょっとロニー、グラサクト、ソファーメン、さあ、ラップフィール、ピボットシャッフルしていきますね。さあ、今度はハーフキャブからのファイルを、さあ、これがいかがです、残り時間は15秒前。さあ、残り時間が大丈夫できました、スピードを切り替えて、こっちへも、さあ、スピードを切り替えて、スピードを切り替えて、スピードを切り替えて、残り時間はここで5秒前、5、4、3、2、1、ここでタイムアップ、国分大和先生でした。さあ、ということになりました、一発で大きなターンでスピードをさらに下がって、ロッドサイド
テーブルトップでスピードとしての位置、残り時間は30秒前。さあ今度はどうでしょうか。フロントサイドオーストラリアのさあそこからバックトゥーバックのベニハナ、そしてリーサイクオーターラップの5号と下がりのところを下がらないところを進む。ここに残り15秒前クレームスライドからトランスファー、クーテール残る時間はここで5秒前5、4、3、2、1、ここでタイムアップ、田中明選手でした。トップ通過ブラザックスポーツ池田大輔選手の出走です。さあ大回りで入っていきまして、フロントサイドの5号からさらにスピードをつけてる。これは高いんで、さあそして中央の小部山、ここはポンポンと通過してさらに加速して、さあ3号のカードこれ。さあ残り時間はここで30秒前。ソファーコンスコー、ハイウィッグスケロー、ハイウィッグスケロー、インディペンデントトラック、さあセット喜ぶでしょうか。さあ一旦デッキが外に流れました。慌てて取りに行きます池田大輔選手。さあスタート地点からの仕切り直し、残り時間はここで15秒前。さあ入りました、残り時間はどう使ってくるのか、広い引きが続いて残り時間はここで5秒前4、3、2、1、ここでタイムアップ、池田大輔選手でした。優勝選手の発表となります。2017年 AJSA プロツアー開幕戦アドバンスカップ優勝、得点239ポイント、紫クイーンズスクエア横浜佐川亮選手優勝。さあ同じく2位、得点9点差でした、230ポイント、ハスコ西川誠選手、第2位おめでとうございます。